オタワ。オタワはカナダの首都、オンタリオ州東部に位置する地方行政区の一つでもある。オタワ川を挟んで隣接するガテノーを含め連邦政府の行政機関が集中する行政都市である。カナダにはアメリカの首都ワシントン DG とは違い、連邦政府の特別地区が存在せず、オタワはオンタリオ州内の一都市となっている。 行政レベルはトロントなどと同じ単一総自治体に位置づけられる。オタワは、ケベック州の都市がティノンを含めた、周辺都市とで、オタワ首都圏、NCR を形成している。2006年の地域人口はおよそ81万人で、カナダ国内では、トロントモントリオールカルガリーに次ぐ4番目。広域圏の人口は113万人を数えるが、カナダの中では、 トロント島のような大都会というわけではない。1826年から1831年に、軍事的目的でオタワ川とオンタリオ湖を結ぶ、離道運河が建設されたが、この時測量を担当した軍人の名にちなんで、バイタウンの小村が生まれ、これが、今日のオタワの母体となった。1854年に、市街再編、川の中らオタワに改名された。 当時首都の決定をめぐって、ケベック、モントリオール、キングストン、トロントの4都市が激しく競い合ったが、1858年、ビクトリア女王の独断で、英仏領勢力のほぼ境界に位置するオタワ、当時人口は102万人が選定された。第二次世界大戦中、オランダのユリアナ王女はカナダへ亡命し、オタワに身を寄せていた。ユリアナ王女は、 オタワ滞在中に出産を迎えたが、カナダは出生地主義であり、カナダ領内で生まれた子供には自動的にカナダ国籍が与えられるため、二重国籍を認めていないオランダの法律家では、生まれた子供がオランダ国籍を喪失する恐れがあった。そのため、カナダ政府は病室を一時的にカナダ領から外す特別措置を取った。この時に生まれたのが、 ユリアナ王女の三女、ベアトリクス前女王の妹マルフリート王女である。オランダ王室はこの恩義の返礼と感謝の意を込めて、毎年チューリップの休婚を送っている。オランダとの友好をも意味するチューリップが、毎年5月にチューリップフェスティバルの会場一派に咲く、ことから、オタワは、チューリップ式とも呼ばれる。その数は10万本以上で、世界最大規模のチューリップフェスティバルとなっている。 同会場のインターナショナルパビリオンには日本のパビリオンもあり、地元の日系人関係者が日本パビリオンを主催している。1916年の大化で古い建物の多くは消失しているが、連邦政府の議事堂は丘の上にあるため、パーラメントヒルと呼ばれ、そのゴシック様式の建物は観光の目玉になっている。他にも首相官邸24サセックスドライブ、 カナダ総督の皇帝離堂ホール、ノートルダム聖堂がある。また数々の美術館や博物館があり、ガラス張りのナショナルギャラリーやカナダ現代写真美術館、カナダ戦争博物館、カナダ科学技術博物館、カナダ自然博物館、カナダ農業博物館及びカナダ航空博物館などがこれに含まれる。さらにカナダ文明博物館が オタワが対岸のケベック州ガティノーにある。行政官庁が多くあり、研究機関も多い。ハイテク産業も盛ん。オタワ郊外ではこの町の発祥の基礎となった林業が依然として重要な産業であり、さらにパルプやセメントの生産も行われている。また、北西 160km のディープリバーの近くに原子炉の研究で世界的に知られた。 チョークリバー研究所がある。によって、オタワ市内や隣のケベック州、ガティノーなど各地へバス路線が運行されているほか、以下の市内交通が運行されている。2006年国勢調査によると、ケベック州、ガティノーなどを含むオタワ都市県の人口は148万8800人で、トロント、モントリオール、バンクーバーに次ぐカナダ第4の都市である。 周辺部を含まない、オタワ市の人口は81万に129人である。そのうち、外国生まれが22.3%を占める。人種別構成は2006年調査時点では、下記の通り、市内にはイタリア人街や中華街、ユダヤ人街が点在し、ソマリアからの難民が多いのが特徴である。インドシナ難民の受け入れオタワが積極的に行ったため、 ベトナム、カンボジアからの難民も多い。レバノン人コミュニティは、モントリオールに次ぐ規模である。ケベック州に隣接するため、フランス語系住民の数は12万人に上り、ケベック州以外の都市では最大である。市民の62.6%が英語を、14.9%がフランス語を使用し、多くの市民は、英語とフランス語のバイリンガルである。他には、中国語、 3.1%、アラビア語3.0%、イタリア語1.3%、スペイン語1.2%などが話されている。首都としては、モンゴルのウランバートル、カザフスタンのアスタナに次いで、寒さの厳しい都市である。欠点の気候区分によれば、アカン体質純気候、DFB に属し、冬季は1月の平均気温は低、摂氏10.3度。 北極寒波に覆われるとマイナス30度以下まで下がり、日中でも氷点下20度以下までしか上がらないことも珍しくない。年間降雪量は223.5センチメートルと北米の中では最も多い部類に入るが、日本の降雪都市と比べると少ない。冬季には完全に凍りついたリドウンガがスケートリンクに変身し、通勤、通学する市民で賑わう姿は、 小田和の風物詩になっている。夏季は比較的気温が高くなり、好天ならば昼は30度を超える真夏日となる。2010年12月1日以降の市長は、2014年に再選、2018年に参戦を果たしている。小田和を本拠地とするプロスポーツチームは以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。